東山清は、日本の教育者、画家。三差子を運動人、広井神城小学校教員、名古屋市立、第一高等女学校教員、交府会会員、愛知県立愛知工業高等学校教員、社団法人交府美術会会員、社団法人日展会員、社団法人日展審査員などを歴任した、愛知県名古屋市出身の洋画家である。 広い尋常小学校、名古屋市立第一高等女学校、愛知県立愛知工業高等学校に教員として勤務する傍ら、航風会展、定点、日展に出品を続け、航風賞や岡田賞を受賞している。航風会や日展の会員となり、後に日展の審査員も務めた。1903年11月15日、大日本帝国の愛知県名古屋市にて生まれた。 旧正中学校を卒業すると上京した。1923年、東京府東京市に所在する東京美術学校に入学し、図画市販科にて絵画を学んだ。在学中は岡田三郎助らから指導を受けた。1926年に東京美術学校を卒業した、東山清筆、職後1940年、東京美術学校卒業後は、 愛知県名古屋市に帰郷し、広井尋常小学校で教鞭を取った。1928年には名古屋市立第一高等女学校に展示、そちらで教鞭を取った。1945年からは愛知県立愛知工業高等学校にて教鞭を取った。1956年教職を辞した。また洋画家としても活動しており、 東京美術学校に在学していた頃から、鬼頭鍋三郎、松下春夫、中野安次郎らが結成した三叉四音に関心を持っており、三叉四音展に出品を重ねていた。1926年には三叉四音の同人として名を連ねた。1928年に初めて定点で入選を果たした。同年には、興風開店にて興風賞を受賞している。 その後も、定展や航空回転に作品を出品していた。1934年、航空回転を主催する航空会の会員となった。なお、後に航空会は、社団法人としての認可を得て航空美術会となったが、引き続き会員として在籍した。太平洋戦争終結後は、1958年から1959年にかけて、フランス、 スペイン、イタリア、オランダなどで留学し、絵画を学んだ。なお、戦後は日展にも作品を出品するようになった。日展を主催する同盟の社団法人である日展の出品移植を経て、1960年に日展の会員となり、1963年には審査員となった。しかし、脳卒中を発症し、1963年6月10日に死去した。 東山清室、マルセイ1963年。東京美術学校在学中から三し四音店に出品を重ねており、1925年には初めて高風回転で入選を果たすなど、早くからその才能を開花させていた。1928年には定点に賃貸風景を出品し、初めて定点で入選を果たした。同年には高風にて、 航風賞を受賞している。1929年には航風会三冊四音合同店にも出品している。1941年に婦人像を出品したところ、定点、二家展、独立展、新製作展、一水会展、春代美術展、航風会展の出品作の中から選出される岡田賞を受賞している。また、1942年、及び 1962年には古典が開かれており、没後も1964年に愛知県美術館にて遺作展が開かれている。また、21世紀に入ってからも生誕100年となる2005年に古典が開かれている。遠山清筆、マジョリカツボのバラ1960年ごろ。ありがとうございます。